よいしょー、顔あけー。うわ、あやちゃんやけーな。全員やけーか。赤くなるタイプって二日酔いしなくないですか。しない。しないですよね。今日がいいらしい。あんましない。まだすごい、ね、まだ大丈夫。まだ観光注射がちょっと赤いくらいだ。かわいい。せーの、どうもスカイスカイピースイエーイ。ストーッヤッホー、あやでーす。やーやー、順平は外に。順平いない。限界前にいます。限界前にいます。ここまで来れない。足れよ。ということで、おかまいに、おかまいに引きいる。引きいる、キングマウント。ということで、なんでこんなに酔ってるかというと、前の曲であやちゃんと飲みまくりました。はい、ジンタ全然飲んでないっす。順平に怒られるから、やめてくれ。お前マジか。やめてくれ。ジンタ全然飲んでない。お前マジか。いや、そうないでくれ。ただすぐね、触るから、この人すぐ酔うと人触るから。だからもう後ろに鼻息が当たってる。鼻息が当たってる。テオ君が一番飲んでないんですけども。はい、でも一番決まってもう一番決まってもう。あやちゃんのチャンネルでも酒を飲んで、今回その後にスカイピースの動画を撮ってるんですけども、はい、今回ははいデスイ料理。イエーイ。まあ今俺たち結構酔ってる状態ですよ。あやちゃんはどんくらい酔ってるかわからないけど、私6、7ですね、今。ちなみに俺9ね。9なんだ。あと1回いったら寝るから。9だから。あれ、ちょっと、あれ全然飲んでねえのに。全然飲んでねえ。おーい、手を後ろにしないと。手を後ろにしても顔が出てきてる。顔がでかいって言うな。言ってねえだろ。結構俺たち酔ってるんですよ、言うなれば。うん、水言うなれば。まあ、こんな状況で、あやちゃんに料理作ってもらいます。イエイ。お願いします。何作るんですか。私自炊ほとんどしないんですけど、唯一作れるのがオムライス。おー、いいね。大好き。オムライス定番いいです。オムライスを男性に作ったことまだ人生一度もない。ちょっとマジか。本当にないです。ハチュハチュハチュっていうやつはモテないよ。ちょっと誰か、ハチュっていうやつはモテないよ。誰かの唾が目に入ったの。絶対絶対こっち。どっち、絶対絶対どっちかの妻が目に入って俺パチってなったのよ。でも嬉しいです、初めてよ、スカイピースさんに。だってさ、あやちゃんだって一番楽しかった撮影スカイピースって言ってくれてたもん。ほんとそうですよ。見てたんで一番つまんないのがガードマン。スカイピースさんとのコラボ、ほんと今日もめっちゃ楽しい。いや嬉しいわ。嬉しい、嬉しい子ぴょー。ちゃ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 。おいおいおい、おしっこかけんな。タコマちゃんにおしっこかけんな。炎上するぞ。もうコラボしません。本当は、本当は、本当はしたい。本当はめちゃめちゃしたいです。お願いします。ごめんなさい。ごめんなさい。今日はあやちゃんにオムライス作ってもらいます。イエーイ。早速キッチンに移動して作りましょうか。じゃあ一回これマジケーピー。マジケーピー。入っちゃいそうで怖い。嫌なんだよな。人の作ってるより吐くって最低な行為だよ。確かに。いや、あなた入ってるからね。え、チキンのせいで。いや、作った人の目の前で吐いたから気まずかったわ。低です。もう俺最低最悪なんだ。俺人間の底辺だと思ってほしい。みんな分かった分かった。ありがとう。早いね。そこは否定する場所なんだけど。いや、いい、いやいやいやとか言うな。否定なんだ。分かった。否定された方がおかしいだろ。分かった分かった。これこぼした人誰か教えて。お前な。まず、まず待って、じんたんめっちゃ酔っ払ってる。まず教えてほしい。これ酔った人、これ酔った人、酔った人、マジで教えてほしい。酔った人はじんたん。じんたんガチ酔い。いや、そんなに酔ってる。そんなに酔ってます。こんなもんか、YouTuberの先輩。おい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 。サイレンが鳴ってる。おいおい。はい、じゃあ玄関行くよ。玄関、玄関。おい、順平が待ってるとこや。順平いないから。シッシッ。言うとすぐ出ちゃうから。テオくん、テオくん、お猿さん出てきてる。テオくんの中の、あ、こっちよ。あー、呼ばれた呼ばれた、呼ばれた。よかった。いけいけいけ。帰る、帰る。帰ってない、帰ってない。はい、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 はい。シッシッ。チェックメイト。あー、はい、ということでスカイピース、イエーイ。ということでオムライス作ってもらっていいですか。任せてください。ありがとうございます。これ卵ともも肉あるんで、ここに卵あります。ちょ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 。ということで、中町は人生初めて男性に料理作ります。よいしょ。作ります。頑張れ。作ってください。頑張ります。頑張って。アビゴ持ってくれるの。アビゴ大丈夫。アヤピー、アヤピー。
カメラアングル終わってる。どこどこ、ここここ、こっちもやめて。これ使いますか。これ使います。こっちでもいいんです。絶対よ。米回しすぎ。地獄。米回しすぎ。地獄だ。落ち着いて。シャレになってる。シッシッ。ということで、まずはお肉から焼いていきます。2ついっちゃおう。それ、そっちやましょう。ちょっと待って、ジータ。え、お酒が見えちゃいました。よいしょ。お酒が見えたらグイのルールやめようよ。サワーダイブさん、いといて。バイト振ってる。バイトベテラン出ちゃってます。君たち何だね、キッチンに入ってこんできて。ガッサンガイ。混ぜるやつがどこですか。ちょっと待って、これ違う。これ乳首いじりね。これ女子の乳首いじりじゃない。お前これで普段やってるんか。ウィル。あ、最近私思うんですよ、テオ君最近やばい。かっこいいテオ君みたいのに血液とか見せちゃってます。それお前の兄ちゃんもな。純平と俺がポンポンになって出てきたんだから。ほぼ仕組みつけてる人ね。仕組み。よいしょ。俺のねのなる。まあ、こいつは俺の用意してるんだ。兄ちゃん年上なんで、あやちゃんの勝利。いや、仲間違いや、ライバル現れたな。待って、熱いからやって。プロいます。プロいます。プロいます。あそこにプロいます。ここにプロ。あっち取ってください。あっち取ってください。お前が取っちゃダメなんよ。あっち取って、こっち取って、こっち取って。こっち取って。この人、うまいから取って、取ってくれ。お前ら映すっけ。よいしょ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 。ガシガシ。はい、ガシガシ。はい、ガシガシ。へへさ。ああ、見てください。うまい。取ってください。取ってやってください。こいつうまい。あいつうまい。めっちゃこぼれてる。めっちゃこぼれてる。めっちゃこぼれてる。じゃあ食わないと炎上するよ。はい、すぐ食べます。はい、すぐ食べます。これ大物 YouTuber。 取ってあげてください。これが大物 YouTuber。 頑張るし、取ってあげてください。ケチャップ入れます。じゃあケチャップ入れてる間、はい、了解。暇だから飲んでて。ダメだ、全然混ざるね。じーたん、じーたんよろしく。うまい。酔っててもうまい。うまい。じいさん、じいさん死んでる。じいさん死んでる。キューバあげます。飲んだらええや、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 飲んだら、飲んだらええや。よいしょ。頭ちゃんや、最高。こいつ絶対100万いく。え、誰に作ればいいんですかこれ。誰に作ってんのや。スカイピースか、スキピか、作りたいよ。じゃあスキピ。でもテオ君酔っ払ってないからな、普通に。どう考えても。いいの、相方酔ってんのよ。弱いのよ、相方は。まだまだいけるぜ。いや、モテようとしてる。モテようとしてる。モテようとしてる人って本当酔っ払ったふりするんだよ。酔っ払ってる人は脇毛見せませんよ。入った。米ができたということで、次卵。ここが重要だと思うんですよ。ここに入れていくのがピスタチオ。YouTube、これ YouTube。 これ YouTube？ え、これ YouTube なの？これ YouTube。 見てるよ、お母さん、ゆき。ゆきさん、あやちゃんとコラボしたよ。ゆきさん、隣いるよ、いつも。いつも隣いるよ。ゆきちゃん、隣いるよ。距離感か。俺、こうやってるところに頭、後頭部が。ちゃうちゃう。ちゃうちゃう。うちら、信頼でやってます。ねえ、箸、箸ちょうだい。箸、箸、うおー、ありがとうございます。ありがとう、ジン。いいんだよ、お前呼び捨てすんな。俺のこと呼び捨てすんな、大先輩。近いから。お前大先輩だと忘れてた。手をしっかりして。はんや。ツッコめ。お前今呼び捨てされてた。大後輩に呼び捨てされてた。六個下に呼び捨てされてた。そんな気にせんで。六個下に呼び捨てされてた。手をしっかりしろよ、大丈夫か。あ、大丈夫や。水いる、水いる。水いらんね。いらない。ツッコめ。お前な、後輩が生意気なボケしてんだから、逆に気まずくなる。あやちゃんが小さいこと気にすんなよ。気にすんね、心広い。今ユキは3人の息子を見る目で見てくれてるからね。あ、お母さん見てくれてる、ありがとう。お母さん、ユキさん、お母さんまた実家帰るからね。今度散歩一緒にしよう、犬の散歩。お前気まずいって言ってたの。アフターヌーンティーしよう。アフターヌーンティーしよう。気まずいって言ってたの。あやちゃん、あやちゃん、あやちゃん。はい、お皿でーす。温泉でーす。あやちゃん、温泉でーす。完成。お供に初めて作ったよ、オムライス。お供に初めて作ったよ。なんて書いてくれるんだろう、楽しみだな。なんて書いてくれるんだろうな。手手手
ていていていへん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 ぴったりこいつらにはぴったりていへんこいつら3人には今の俺らにぴったり今の3人にぴったりていへんですていへん YouTuber イエーイシッシはい、ということで完成です。イエーイジンタン全然飲んで飲んで来てます多分ジンタン弱いっす。テオくんはもう黙っといてほしいずっとずっと黙ってずっと黙ってずっと黙っていただきます。2個目3個目が出現3個目はパクリポンフランスへいただきます。優しい。はい。どうなってんだよこれ。あ、怒ってる。どうしたの？クレームかな？なんだどうしたの？おかしいだろ。やばい。やばい。変な。謝った方がいいですか？客だぞこれ。やばい。こんな。一回謝った。よいしょー！よいしょー！うまくやりました。ごめん待って、俺作ってた時の記憶ゼロ。なんか出たよ。出てなくね。錯覚出てる。錯覚出てなくギリセクハラジンタンこう見えてガチ酔ってないんですよこれまだよっあや飲みきりました。飲んだらええやん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 飲んでない。あれじゃあもうあや飲むよ。飲んだらええやん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 飲んだら飲んだらええやん。ガチの歌やめて。あのファンのために口つけてますよ。ナイスー。京介の人は炎上しやすいからそういうの分かってます。いや、狼です。狼シッシ20歳は恋愛対象に入るんですか？むっちゃ入る。じゃあ今すぐ帰る。あ何個下まで行けるんですか？未成年行ける？いけるえ、ジンタンはどうですか？いけるいけるんだ。ガチキモスカピースやガチスカピース自分よりもお酒弱い人とか無理ですね。うわ、気まず。俺ガチ強いやん。気まず、ごめんね。なんか強い飲みちゃってごめん。ガチ弱いこれ言ってほしいもん。いや、それはきついやろそれは俺わかる。なんでなんで。いや、待って、これマジできついよ。どうする。うわ、マジ、これ俺乗り行っちゃう。マジ、助けて。ヨッシー、ヨッシー、はい、ヨッシー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 、ジンチャンネル登録してない。オフィシャルやめて。さっきオフィシャルやめて。いや、あんま飲んだこと変わらないねねね。あちょっとやばいぞ。ちょ、あやちゃんの履きたくないから。一回、あや、もらい気のシェアしてたから、お願い、どっか行って。優しいかと思ったら。テオくん一杯目を飲み終わってまいりました。何する、これ満パンで残ってたのこれやってたのにな、ここ渦巻くやつ。シッシ俺、あやちゃんに聞きたいことあるの。何ですか、何ですか。女子って、うん、タチューバ、カレーピピと喧嘩します、うん、はい、もういい、もう知らない。家を出ていくタイプの女子いるじゃないですか、うんうん、女子は追ってきてほしいわけじゃないですか、はい、男子は心配だから行くじゃなくて、あいつ来ないと怒るだろうしなって思って行くのよ、はい、女子は気づいてる人もいるのよ。心配だから来たんじゃなくて、私がついてこないと怒るっていうのを知ってるから来てるんだなって思って、はい、それでもいいの、来てくれたら。来てくれた方がいいです。じゃあさ、その時にさ、あや、ごめん、さっきごめんな、一人だと心配だから一緒に帰ろう、こっちは素直じゃないから、うん、いやだ、もうどっか行く。男子は止めた方がいいんだろうな、うん、でこう動くじゃん、はい、その時の顔がこれでもいいの俺思うんだ。アウトー、来てほしいなって思ってる、うん、でこっちは来た方、行った方がいいんだろうなと思ってる、うん、でこっちは行った方がいいんだろうなと思って来てると思ってるじゃん、はいはい、でもその時の顔がこうだったらどアウトー。女の子は来てくれただけでいいと思ってないです。本当に申し訳ないって思ってるならそれでいいんです。でもこの顔じゃ本気じゃないんですよ。あ、行こうみたいな、あーもう行かないといけないみたいな感じで来てると、うん、それでまたムカつくんですよ。帰り道ならいい。ダメ。一緒に帰ろう。あや、一人にしてた、心配だから。帰ろう、じゃあ帰ろう、うん、ダメ、アウトー。ジンタン終わってるやん。ジンタンが一番のアウト。シッシ仕事で忙しいっていう言葉が一番嫌い。で使ったことねえよ、そんな。ねえ、おう、絶対言ってるよ、テオくん。元カノと別れた理由、それだったもん。でもね、元カノと別れた時に、うん、忙しいのもあるけど、ファンのみんなもいるからデートできないと。彼女はまあそれを我慢すると言いつつも、パンフレットとか見てたら、あ、沖縄行きたいみたいになっちゃうわけよ、うん、彼女はもう別にいいよと言ってるけど、やっぱりこう行きたい欲が出てるから、うん、別れようと思って。もう大好きだったんですよ、でも、うん、大好き大好きだったけど別れて、その後彼女が他の男と旅行行ってる写真を見て、ほっこりした。ほっこりした。幸せになれてよかったよ、こいついい男、なんでいい男拡散して。でも確かにテレビの仕事とか増えるようになったら、やっぱ熱愛とかも気をつけないといけないですよ。
悪いことはしてないんだよね。そうそうそう、家デートしか本当にできないんですよ。なんか悪いことしてる気分にもなるんですよ。そうなんだよね。正直女の子の気持ちもめっちゃわかる。でも相手も忙しいとか、うん、バレちゃいけないっていうの知ってるしっていう葛藤を抱えてる。そう、我慢をさせてるのが嫌なんだよね。そう、勝手にね。だから行きなさいと。わかる、うん、でも太陽くん本当にいい男だと思いますよ。マジでいい男なんだよ、うん、同業者無理っていう人いるけど、うん、実際付き合ったら同業者が一番理解してくれる。一番理解してくれる。気軽にご飯行こうぜとか言わないから、絶対同業者は、うん、家で鍋パとか。そうそう、鍋パなんて大デートだよ、うん、鍋パめっちゃ使いません。たこ焼きだよ。めっちゃ使いません、めっちゃ使いません。めっちゃ家で指地形。めっちゃ使いません。はい、めっちゃ使う。あれ死んだ二人のチャンネル。ジンタンジンタン、俺たちの話で感動してくれてた。涙で。マジ手を振ってくれてた。聞いてくれてた。涙で。え、それ辛くなかったですか、彼女辛い。だって好きなんですよね。ちょっと辛いよ。これもちょっと深い話なんだけども、うんうん、幸せになりたいって人ですよ、うんうん。俺幸せの定義を見つけて、うん、幸せの基準をめっちゃ下げることなの。ミリオンウィークって言って、うん、1週間。全部100万再生出すっていうので1時間とかも動画もあったけど1週間出し切ったの、うん、その時って朝の6時まで編集してたのね。スカイチームってみんな雰囲気がめっちゃいいの、お疲れみたいな、はいはいはい、でも本当にピリついてたの。みんな今日の動画間に合わせなきゃ、うん、もう必死になってくれてるから、それを終えた後今のこの体勢がめっちゃ幸せなの。ミリオンウィークが終わった次の日の編集部屋、うん、お疲れ様でーす。あ、明るいんだ、もう日が入ってきて、もう明るいんだ、風とかちょっと吹いてきて、お疲れーみたいな、うん、今日の動画終わりそう、うん、あー全然明日でいいよぐらいの。はいはいはい。それって普段だったら味わえない。確かに。自分がわざわざ下に行くわけよ。確かに。風邪ひいた時って風邪ひいてない時がめっちゃ幸せになるじゃん。うーん、だ、だから自ら下に行くことによって、うん、幸せが確かに感じやすい。確かに。例えばあやもデートできない、絶対バレちゃいけないけど、個室の焼肉食べれただけで幸せとか。幸せ、幸せなんですよね。デートできた、できた、できたみたいな。外でデートできた。幸せになれないって人は、うん、幸せの位が高すぎる。確かに。だから自分から下げて、うん、でも小指ぶつけた、小指めっちゃ痛い、うんうん、でも小指治った時幸せ見つかってまーす。ちょっとのことで幸せを感じれるように自ら下に行きます。でもこれは多分一般人の女性だったら分かれない。分かれない。分かれない。分からないことです。分からないことだから、同業者が一番分かってくれるのは分かります。で、誰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 で、俺お前から言えよ。お前から言えよ。ジンタンから言えよ、じゃあ。ジンタン一番言え。ジンタン泣いてくれてたよ。泣いてるわ。いっぱい飲んだね。頑張った、頑張った。おしっこだけ消して。あーもうジンタ終わってるわ。下半身と上半身追いついてない。いや、やっぱりね、ちょこれも言わせてほしいわ、うん、あいつは、うん、いいやつ。相方愛。もうね、いつもね、テオくんは主人公だ、うん、テオくんが前だ、うん、俺はテオくんを出す、うん、って言ってくれるので、最初のうちは、うん、いやいやいや、うん、お互い様でしょって思ったんだけど、はいはいはい、もうジンタのその気持ちが本当に強いから、どんだけ言ってもあいつはもう下下、うん、テオくんが表に出てくださいだから、俺は考えつきました。分かったと、うん、お前がそんだけ俺がもうライバルと思ってる、うん、そんだけすごいお前がそんなに俺を立てるなら分かったと、世界一綺麗な花を咲かせてやると。で、俺が綺麗な世界一綺麗な花を咲かせた時に、なんでテオさんはそんなにかっこいいんですか、面白いんですか、すごいんですかって言われた時に、俺が答えるのはジンくん、土があったからです。こんなに良質な支えてくれるいい土があったからこそ僕は花が咲いたんだよ。こんなに最高な相方持ってるやついます。聞いてるか、純平。純平、兄弟より熱い絆をお前らを見せてみる。今日の動画はここまでだ。やっぱりでも最後は3人いないと、そうだ、視聴者の方もあれ人体いないでエンディングってなっちゃうんで、トイレ乗り込みましょう。行っちゃいましょう、行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。ジンタ、まあこれであやちゃんがチンチン見ちゃうとまた炎上しちゃうんで、確かに俺がチンチン、ホラー映画、ホラー映画ですか、聞かないよ、それ意味すぎ、バイオハザードじゃないよ。ジンタ、ジンタ、サゲザコ、ありがとうな、サゲザコ、クソザコ、でもめっちゃいいやつ。めっちゃいいやつ。
俺めっちゃいい、トイレでちょっと薄く聞こえて泣いてたもん。トイレで薄く聞こえて泣いてた、ちょっとめっちゃいいけど、最後までいいやつ、最後までいいやつ、やめて、ジンタの悪いとこ見せて。悪いとこ気まずいから、下のズボンが似合ってないぐらい。似合ってない、全然似合ってない、上と全然合ってない。じゃあもう最後、ジンタ、オープニング、じゃあ最後はもう仲間ち、今オープニング、仲間ち兄弟式で、はい、じゃあジンタ、いきます、エンディング、じゃあいきます、最後、こんな YouTuber は嫌だ、こんな YouTuber は嫌だ、よって動画の記憶ゼロのやつ、はい、こいついいやつ、いいやつ、いいやつ。もう決めてたやん、しらけさせて、しらけさせない、優しい、しらけさせて、優しいよ、優しいやつ、優しいやつ、イコールは優しいやつ、絶対しらけさせない、先輩舐めてるけどめっちゃ優しいやつ、めっちゃいいやつ、めっちゃいいやつ、めっちゃいい後輩、めっちゃいい後輩。いや、いらない、いらない、いらない、最後まで見てくれてありがとう。この動画いいねって思った人は下のボタンから高評価お願いします。間違って低評価を押してしまった時はもう一回押せば消えるからね。今日のイラストはリオール、ありがとうね。年内400万人を目指しています。あとあやちゃんも100万人目前なので登録してあげてください。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。ピース。